こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。昨日は白いパラソル、その2ですかね、いろいろと皆さんからコメントいただきまして、本当にありがとうございました。7月の21日に白いパラソルは発売いたしました。まあこの頃はね、とっても忙しかったね。というのは聖子の方も、映画「野菊の墓」に、初めて、出演いたしまして、この映画がね8月の8日に、公開されたわけですけれども、監督は、沢井慎一郎さんっていう新進の監督でございまして、まあこの映画が監督デビュー第一作という作品でございました。それで、まあ、沢井さんとはですね、中に音楽とかいろいろと入れましたので、その音楽の件で、よく話し合いいたしました。当時ね、沢井さんはね、これ東映でございますので、撮影所が大泉ですよね、基本的には。それでその近くの八原っていうねとこに沢井さんが住んでおりまして、で私が、沢井さんの家の近くまで迎えに行きまして、それでソニーの信濃町のスタジオまで、まあ車で、2人でいろいろ話しながら来たんですけれども、まあ途中渋滞しててね、結構時間がね、多分八原から信濃町のスタジオまで2時間ぐらい多分かかりましたよね。まあそんなこともあっていろんな話をまあできたわけですけれども、それで映画の中には、花ひと色、野菊のささやきという、歌と、もう一つは野の花にそよ風という、歌が挿入されております。花ひと色の方は、松本さんに詩を書いていただいて、財津さんに曲を書いていただきました。アレンジは瀬尾一蔵さんっていう優れもののアレンジャーでございます。それからあと野の花にそよ風、これサブ的な歌ですけれども、こちらはね、多分作詞作曲ともに財津さんだったじゃないかと思うんですよ。それでアレンジャーは瀬尾一蔵さんでございます。でこの2曲とも、私がこの歌のタイトルはつけました。それで監督のね、沢井さんとはまあとにかくで、聖子もデビューして2年目でございまして、ガーンとこうね世の中に飛び立ったわけですけれども、まあ沢井さんもね、まあ初めて、聖子の映画を撮ったわけですけれども、まあ果たしてね、やっぱり基本的にアイドルっていうイメージを持ってましたので、まあどこまでねこの人気が続くだろうねというね、そういうその話をしましたね。で私はどういうわけかも直感的に、まあ絶対長続きしますよと、やっぱり長続きできるような作戦でいきますからという話をね、沢井さんとねずっとスタジオの中でもしたことを覚えております。まあ映画も非常に話題になりまして、聖子のイメージもそのだんだん歌だけではなくて、やはり芸事の幅がどんどん広がっていって、本当にね、人気絶頂という感じでございましたね。そんなことで、まあ、次の作品に移っていくわけでございますけれども、次の作品はまあ、風立ちぬですね。この風立ちぬは10月の7日に発売、シングル発売いたしました。それでね、風立ちぬはこれタイトル私が考えてやったんですけれども、やっぱり堀達夫さんの風立ちぬっていう小説、中編小説でございますけれども、
やはり私がもう大好きでですね、それで、堀辰夫さんが、ね、やはり病気になられまして、長野県の、富士見というところ、富士見高原療養所っていうところに入院されておりました。もちろんね、入院されていた時は当然もう、私はその時はね、当然もう一緒じゃないんですけれども、風立ちぬを、稽古でやる前にですね、堀辰夫さんがその入院されてた、療養所へ私は行きまして、もうね、本当にもう、まあ今はね、富士見高原病院っていう名前になってるらしいんですけれども、堀辰夫さんが、この部屋に入院されておりましたというね、もう本当に非常にもう荒れた状態になっておりました。そんな思いもあって、ぜひこの「風立ちぬ」というタイトルで作ろうという思いになりました。また詳しいことはお話しいたします。ありがとうございます。